良かったです。俺に何か用事でも？実はですね、あなたへの依頼がギルドに殺到して大変な騒ぎになっているんですよ。あ、なんで俺に？佐藤さんがすごい服をお作りになられると、この町だけでなくあちこちで評判になっていまして、そんなにいいものならぜひ作ってもらいたいと依頼と注文が殺到しているんです。いかがでしょうか佐藤さん。もちろんお仕事ということなので報酬もそれなりに出るとのことですが。報酬が出るなら受けてもいいかな。でも全ては無理かもしれませんよ。はい、それで問題ありません。ある私をこんな目に遭わせて申し訳ないって思わないの？これポチも思わない。おい、お前ら道の真ん中で何やってんだよ。かなり目立ってるぞ。まあいつものことだけどな。なんだダストにキースか。うわ、死にそうな顔してんな。そんなに疲れてんのか？ちょっと同情するぜ。あの変態貴族に絡まれたんじゃ正直生きた心地がしないだろう。なんだよ、俺たちに難癖つけてきてる貴族のこと知ってるのか？知ってるも何もめちゃくちゃ有名だろう。悪い意味だけどよ。なあ、その貴族ってどういう人間なんだ？まあ一言で言えば物欲の塊だな。自分の気に入ったもの、欲しいものはどんな手段を使ってでも手に入れるらしいぜ。有名なところだと石板事件か。数年前か、なんか特殊な石板を搾取したらしいんだ。ああ、あれか。なんか持ち主を極刑に追い込んだってやつ。どんな理由があったか知らないけど、まあ理不尽だよな。しかしカズマってあのロリッコの件といい、なんでこうもトラブルに巻き込まれるかね。おい、ちょっと待て、そのロリッコの件ってなんだよ。なんだ、知らないのか。あの子最近おかしいって噂になってるぞ。あ、いや、もともとおかしいんだけどますます変だって。その話ちょっと詳しく。なんでも町の人を手当たり次第に勧誘しているらしい。勧誘なの？いや、そこまでは。実際に勧誘されたやつも詳しくは言いたくないって口をつぐむんだよ。ねえカズマ、それってもしかして呪いと関係あるんじゃないの？ああ、その呪いの噂も聞いたぜ。お前いつも厄介事に巻き込まれてんな。しかしカズマが呪われたらどうなるのか見てみたいもんだぜ。何しろ欲望の塊じゃん。うるせえよ、お前に言われたくねえよ。まあ何か手伝えることがあったら言ってくれ。もちろん金以外で。大丈夫だ、
もともとお前らに期待してない。ひってえな。それじゃ無理しない程度に頑張れよ。ねえカズマ、前に言ってたメグミンのやることがその勧誘なのかしら。わからんが、あいつは何をしようとしてるんだ。あ、カズマさん。ユンユン、どうした。助けてください。今度はなんだ。メグミン絡みだってことは想像がつくが。はい、そのメグミンが私を変な同盟に勧誘してくるんです。それで困っていて。ねえユンユン、誘われてる同盟ってどういうものなのかしら。ユンユンに声をかけるくらいだ。どうせいつもの爆裂魔法絡みだろ。それが違うんです。そうなんです、爆裂魔法に関連する同盟なら私に声をかけるのも納得できるんです。でもでもおかしいんです。だって私胸が大きいじゃないですか。ごめん、胸がなんだって。だから私胸が大きいからおかしいんです。ユンユンの大きい胸がおかしい。そうではなくてですね、大きな胸の私に声をかけてくるのがおかしいんです。大きな胸のユンユンに。はい、大きな胸の私にです。ちょっとあんた、そういうセクハラはどうかと思うわよ。セクハラじゃねえよ、確認してるだけだ。それで、大きな胸のユンユンが誘われるのはおかしいっていうめぐみんの同盟って何なんだ。まだ立ち上げようとしている段階みたいなんですけど、ロリータ同盟っていうものなんです。少女のような体型と、それを志向する者の地位向上とコミュニティ設立が主な目的だって言ってました。あのロリッコ、本気でロリッコ思想を世に広める気か。私はその同盟の趣旨といろいろな意味で逆だから、勧誘されるのはおかしいんです。だな、めぐみのやつきっと何かよからぬことを考えているに違いない。よからぬこととは失礼な。めぐみ探しましたよユンユン。そしてこの場にカズマまでいるとは、これはまさに運命。運命じゃなくて偶然だ。それより話は聞いたぞ。ロリータ同盟だって、どんなよからぬことを企んでるんだ。よからぬことなんて考えていませんよ。ユンユンには我がロリータ同盟の普及活動を手伝ってもらいたいだけです。同盟の趣旨とは反対のユンユンにか。反対だからこそいいのですよ。大きな胸がいかに無駄なものかをユンユンをサンプルとして使い、世間に周知させるのです。何それ、 ひどいよめぐみ。その無駄に育った胸を有効利用してあげるのです。逆に感謝してほしいくらいですよ。できるわけないでしょ。そしてカズマ、なんだよ。ぜひあなたをロリータ同盟の幹部として迎え入れたいのです。よし帰るか。ちょっと話くらい聞いてくださいよ。このスパー。ただいま。おかえり。ああ、ユンユンもいるのか。急にお邪魔しちゃってすみません。謝る必要なんてない、ゆっくりしていってくれ。カズマカズマ、私の話を聞いてください。きっとカズマも我が同盟に協力する気になるはずです。同盟？何の話だ。メグミンが
ロリータ同盟というのを立ち上げようとしてるんです。なるほど、呪いの影響か。それでカズマをその同盟の幹部にしたくて説得してるってわけ。そういうことか、納得だ。おいそこ、なんで納得するんだよ。カズマ、少しくらい耳を貸してくれてもいいじゃないですか。めぐみ、ダメだよ、迷惑かけちゃ。それにそんな変な同盟はやめた方がいいよ。ちょっとだけ、ちょっとだけでいいですから。ちょっと無視しないでよ。カズマ、少しでいいですから話を聞いてください。ねえ、なんで無視するの？だってユンユン大きいじゃないですか。そんな理由？ユンユンの価値は大きな胸の使えなさを広める実例になれることくらいです。本当にひどいよ。ですがカズマは違います。我が同盟の素晴らしさを歌う伝道師となってくれることでしょう。さあカズマ、私と共に新たな価値観を世界に広めようではありませんか。さあさあカズマ。お前な、俺まで利用する気なのか。利用ではありません。カズマはユンユンとは違います。ユンユンについては否定しないのか。友達を利用するって人としてどうなんだ。私はカズマが持つ少女への深い愛情を我が同盟のために役立ててほしいのです。人をロリコンみたいに言うな。私だけではなく、メグミンまでもあの獣のような目で見ていたのか。見てねえ、ロリニート。だから違う。いいえ、違いません。お前だ。いいんですよカズマ、我が同盟ではあなたの愛こそが称えられるべきものなのですから。そして想像してみてください。カズマが胸の奥にしまい込んだその愛が世界を覆い尽くすことを。いや、俺にそんな趣味ないし。ねえねえめぐみ、何ですか？その熱い思いを広めるには街頭で訴えるのが一番だと思うの。そうすればあなたの思いに心打たれた人々が自然に集まってくれるわ。その中にはきっとカズマを超えるような熱意を持つ人もいる。その人を幹部に迎えるのも悪くないでしょ。おー、そういう手もありましたか。きっとカズマも仲間ができれば引き受けてくれますよね。めぐみ、そんなことしたら町の人たちに変な目で見られるようになっちゃうよ。構いません、それは一時のこと。やがては我が同盟の思想が世間一般に受け入れられていくのですから。おいカズマ、放っておいていいのか。ちょっと様子を見よう。演説ってのはありかもしれないからな。何？今めぐみんの中にある熱い思いをめぐみん自身の言葉で世間に広めて受け入れられれば、呪いで過剰になっためぐみんの欲求が満たされるかもしれないだろう。そうか、それはありえるな。けど呪いは心身ともに満たされなきゃならないんだよな。演説で満たされるのは心だけだからな。気配はまだあるか？いや、ないな。さっきので最後だったみたいだ。じゃあ今がチャンスね。さっさと回収しちゃいましょう。どれが依頼の草なの？
魔構想はこれですよ。モンスターを呼び寄せる香りの草ね。名前といい本当にファンタジーだな。ファンタジー？ああ、なんでもない。またモンスターが集まってくる前に集めちゃおう。ダクネスは草を入れる袋を用意しておいてくれ。ああ、これだったな。これに入れておけば匂いを封じて持ち歩けるのよね。便利なものがあるのね。くんくん。私たちにはよくわかりませんが、モンスターにはいい香りだと感じられるのでしょうか。この草の成分で香水を作ったら良い訓練になりそうだな。お前別のこと考えてるだろ。何を言っているのだ。別にモンスターに襲われたいなどとは思っていないぞ。あくまで訓練の一環として。念のため言っておくけど、魔構想をこっそり隠し持ったりするなよ。あ、その手があったか。おい、そう疑うな。仲間に危険が及ぶようなことはしたりしない。なんでモンスターが寄ってくるんだよ。魔構造はちゃんとしまったはずよね。まさか袋に穴が開いてるとか。それは大丈夫です。おい、ダクネス、まさか本当にこっそり隠し持ってるんじゃ。モンスターが狙っているのは私だけではないだろう。それにデコイを使ってもお前たちの方にも向かう。だったらこれはどう説明するんだよ。もう無理、走れないわ。おい止まるな、モンスターの群れに蹂躙されるぞ。だってあのカズマ、もしかしたら魔構想の匂いが私たちの体についているのでは。袋に穴も開いていない。ダクネスのデコイにも反応しない。あと考えられる可能性はそれくらいかなと。確かに私たちは素手で積んでいたし、抱えたりもしていたな。お前ら、何？服を今すぐ脱げ。正気ですか？この生きるか死ぬかの瀬戸際で冗談なんて言うか。服を脱げば。命が助かるんだぞ。人の裸を見て悲鳴を上げるな。てかお前らも早く脱けよ。受け取ってあいつらを引き寄せる。却下だ却下。
だぞ。いくら頑丈なお前でも快楽目的の中途半端な覚悟で突っ込んだら命が危ない。こんなチャンスめったにないのに。あんたたちは本当にダメダメね。つまり体についた匂いを取っちゃえばいいんでしょ。それはそうですけど、今この状況でどうやって匂いを落とせというのですか。洗い流せばいいじゃない。そうか、カズマのクリエイトウォーターで。あんなちんけな水の量じゃダメね。とてもじゃないけど、モンスターが来るまでにみんなの匂いを落とせないわ。だからここは水の女神アクア様の出番ってわけ。さあ行くわよ。まさかお前加減しろよな。セイクリッドクリエイトウォーター。おお、これなら体中の匂いを洗い流せるな。さすがアクアです。当てに水の女神を自称していませんね。自称じゃなくて正真正銘の水の女神なのよ。モンスターはどうだ。ダメです、まだこっちに向かってきています。みんな早く体をこすって匂いを落とすんだ。やってますけど。アクア、もう少し水の量を増やせませんか。簡単よ。おお、これなら。冷たい。それに中までびしょびしょです。カズマ、そういう卑猥な目を向けるのは私だけにしておけ。卑猥な目なんてしてねえよ。カズマ、まだモンスターが向かってきてますよ。なんで。もうすっかり体の匂いは落ちてるはずだ。どうするの。水の量を増やした方がいいのかしら。あ、何。お前体の匂いを落としてないじゃん。アクアも早く落としてください。でも私は呪文を唱えてないといけないし。いいかアクア、逃げるなよ。絶対に逃げるなよ。ちょっと待って、どうしてそんな卑猥な手つきをして近づいてくるのかしら。お前が自分でできないなら俺が洗ってやるしかないだろう。いやよ、そんなこと言って女神である私の体をここぞとばかりに触りまくるつもりでしょう。擦らないと落ちない匂いなんだから必然的にそうなるだろうな。3人の方が早いし効率的だ。覚悟を決めろアクア、これも生きるためなんだ。ダクネス、メグミン助けて。パンツ1枚のセクハラニータに怪我されちゃう。クレシマ。事なきを終えましたね。本当に一時はどうなるかと思った。これも全てアクアの機転のおかげだな。怪我されちゃった、怪我されちゃったよ。俺が触ったのは髪だけだろ。そうですよ、体は私とダクネスでやったんですから。少なくとも髪しか汚れていません。フォローになってねえよ。そうだ、今日はこのまま大衆浴場に行こう。そうすればすぐに髪の汚れを落とせる。お前まで言うか。その後シュワシュワを飲んでもいい。シュワシュワを飲んで全てを忘れたいということか。うん、そんな感じ。こんにちは。
をつけてやるんだから。高魔族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操る者。え？え？カズマさんですよね。そうだね。でも今メグミンって空気を読んで。なのにずずしく上がり込んじゃってごめんなさい。別にいいって。それでメグミンなんだけど、また爆裂魔法の練習ですか？ああ、今日はダークネスと言ってるんだよ。もうメグミンはどうしてあんなに爆裂魔法にこだわるんだろう。上級魔法も取ればジャイアントトードに苦戦したりしないのに。え？あいつまたジャイアントトードに食われてたのか。いえ、初めてカズマさんたちと会った時のことです。そういえばさ、あの時どうしてあそこにいたんだ？それはたまたまです。たまたま。別にメグミンを見かけて後をつけたんじゃありません。はそうなんだ。いい天気ですね。ああ、そうだな。それと、なあユンユン、無理に話をしなくてもいいと思うぞ。でもずうずしく上がり込んだのに話題の一つも提供できないなんて。いや、だからそういうことも気にしなくて。その言葉に甘えて黙ったりしたら会話の引き出しどれだけ少ないんだよって思いますよね。あのさユンユン、私、おいとまさせていただきます。これお土産です。よかったら皆さんで食べてください。それでは。こうしていると思い出すよ。なんだ、お前も貧乏時代があったのか？貧乏？何のことだ？ああ、いや、なんでもない。それで何を思い出すって？ここでカズマに声をかけてパーティーに入れてもらった時のことだ。パーティーに入れてもらった。さて何のことか。まさか私はまだ正式に加入を許可されていないのか？冗談だよ。それよりもその肉食わないならくれよ。ああ、構わないぞ。ああ、最初に声かけられた時はお前にドキドキしたんだよな。なぜだ？お前って見た目は抜群にいいじゃん。そんなことはないだろう。それが蓋を開けてみれば中身はとんでもないド変態。なんで俺にはこんなハズレばっかり近づいてくるんだよ。女をハズレ扱いするとは、さすがカズマ。そういうところには
私もドキドキさせられっぱなしだぞ。しかしお前はどこまで成長し続けるんだろうな。私はお前をすでに完成されたゲス男だと思っていたんだ。それがどこにそんな伸びしろを隠していたのか、それとも飽くなき向上心の賜物なのか、今もまだ鬼畜っぷりに磨きをかけ続けている。将来私がどんな恥ずかしめを受けるのか、それを考えただけで私は…間髪入れずにその下げすむような視線、さすが抜かりないな。なあダクネス、正直俺は普通に使える前衛メンバーが欲しいと思ってるんだけど、お前はどう思う？相談に見せかけた言葉攻めか、さすがだなカズマ。ちゃんと攻撃が当たって特殊な性癖を持ってない前衛職でいいや。俺贅沢は言ってないよな。それをあえて私に問うとは、なんと狡猾な攻め方。ああもういいや。カズマじゃないか。おお、ダクネス、仕事は順調か？いつ産んだ？私の子じゃない。大体私の体はまだ清いままだ。清い？おいお前、その想像は今すぐやめろ。よしよし、大きな声を出して悪かったな。で、その子は一体何なんだよ？いや、子守を頼まれてしまってな。なぜ？この子の親御さんは露店を営んでいるのだが、今の時間は店が忙しくて子守にまで手が回らないらしい。だからってなんでお前に預けるんだよ。お前だって今仕事中なんだぞ。まあそう眉間にシワを寄せるな。こういう助け合いも必要だろう。でもそんな小さな子を抱えながら仕事はできないだろう。確かに効率は落ちるな。しかしできなくはないぞ。今日のノルマは終わるんだろうな。頑張れば終わるんだろうな。終わるんだな。任された範囲が広くて正直厳しい。そんなことだろうと思ったよ。しょうがない、俺も手伝ってやる。いいのか？もちろん見返りはもらうからな。お見返りか。何を要求されても答えられるように心の準備をしておこう。おい、子供の前でそういうのはやめろ。すまない。で、その辺のゴミを拾って回ればいいんだよな。あとは川の仲間だな。ん？今なんて？いや、だから川の仲間だ。ごめん、何を言ってるのかわからない。だから川の中のゴミも拾うんだ。どうやって？どうやってって、川の中に入る以外に方法はないだろう。それ濡れるじゃん。ああ、濡れるの。びしょびしょになるじゃん。ああ、びしょびしょになるな。俺腹が減ったし家に帰るわ。待て、今さっき手伝ってくれると言ったばかりじゃないか。俺はお前みたいな体力お化けじゃないし、そもそも人間なんだよ。私だって人間だ。川のゴミ拾いなんてやったらすぐに体力が切れるし、
何よりも腰が痛くなる。そうしたら明日の仕事にだって支障が出かねないだろうが。だからそれに見合う見返りはお前にやるつもりだ。おい、俺は本当にすんごいお願いするぞ。ほう、例えばどんなことだ。そうだな、風呂で背中を流すっていうのはどうだ。な、そういうのは困る。風呂といっても大衆浴場でだぞ。もちろん男湯だ。飢えた男の視線の中にバスタオル一枚で飛び込めと。それはまあ受け入れられなくもない。二人っきりは嫌なのにどうして大勢の男の前なら OK なんだよ。だって二人っきりは恥ずかしい。よし、じゃあ交渉は成立だな。さあ、思う存分川の掃除をしてくるがいい。そして半裸の私を男の巣窟の中に解き放て。いや、だから小さな子の前でそういう発言はやめろ。このスバーン。おい、これはどういうことだ。どういうことって、川掃除の見返りを求めてるだけだろ。大衆浴場でのプレイという約束だっただろう。それなのにどうしてマッサージに。アホか。何かおかしなこと言ったか。いや、そのなんというか、嬉しいような恥ずかしいような、とても複雑な気持ちに。さあ、お礼の大切なダクネス、早く腰を揉んでおくれ。俺の。おっと、それは言い過ぎたかな。でも今だけは俺だけのダクネスになってくれると嬉しいかな。今日のカズマはなんか変だぞ。もしかしたら母性を全開にしたダクネスに当てられてしまったのかもしれないね。母性に当てられた。昼間のお前を見て思っちゃったんだよ。もしこいつが母親になったらこうなるのかなってさ。なあ。そしてお前の旦那は俺。うひゃうひゃうひゃ。おい、言語能力が失われてるぞ。大丈夫か。お前が変なことを言うからだろう。ほらほら、手がお留守だぞ。早く俺を気持ちよくしておくれ。こうか。ちょっと優しすぎるかな。だったらこれくらいでどうだ。おー、いいぞ。さすがダクネス、俺を喜ばせるのがうまいな。別にお前に限ったことじゃない。それはどういう意味だい。まさか他の男にもしてるのかな。それはちょっと。ちょっと嫉妬しちゃうな。なぜ嫉妬なんてする必要がある。そんなことは言わなくてもわかるだろ。わからん。悪い女だな。全部俺に言わせるつもりなのかい。いや待て、私たちは冒険仲間で、だからそれ以上の関係には。それ以上の関係だから、ここ
事に集中させてくれ。ああ、そうだな。俺もお前で気持ちよくなりたいし。お前、言い方に気を使え。今の言い方にどんな問題があったのかな。それは一体何を想像したんだい。ダクネス、なんだ。お前、暖かくて柔らかいな。お前、いい加減にしないと私だって怒るぞ。どうした、カズマ。おい、息を荒くしてどうした。ダクネス、